あの広め市場の看板猫をイメージして作った作品なので、鳴子屋、板垣退助、高知をイメージしたイラストが描かれているビーチサンダルです。高知商業高校情報マネジメント科の2年生19人がデザインしました。今日は経営について学ぶ授業の一環で、生徒たちが高知伝え書店の店頭に立って販売を行いました。デザインは20種類あり、好きな色のサンダルにその場でプリントされます。高知の名物であるカツオが吊るされているユズに向かって加えようとしているところをデザインしました。自分たちがデザインしたものを多くのお客様に喜んでいただけてとても嬉しいです。生徒たちによる販売は明日も行われます。